こんにちは野球グマチャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。はい、えー、今日も、えー、昭和27野球クラブと一緒にやりたいと思います。えー、ビブリューの小野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、記録担当、高友さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日も MC は鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうも,どうも。はい、武、はいえー、田さん、えーえー、今日はですね、えー、あのー、まあ、 メジャーリーグ、海の向こうで大集合、お仕事をやってけた大谷翔平選手にちなんでという感じで、大谷翔平がですね MVP 獲得したんですけども、その時満票で選ばれたという、とんでもないことが起きましたけいども、それにちなんで、われわれが続けてます新人王列その満票列でそうですね。 新人王中の新人王でね、なんかあの該当者なしの票が多い新人賞とか、最近ちょっと見て、あれはあれでちょっとわびさびの世界だったんだけど、今回はまあね、なんかこう、王道の文学家的なね、これはもう我々皆さん、ひれ伏して、ははーっていう感じで新人王をあがめていきたいと思います。やっぱりねあの そうそうたるメンバーですよやっぱりこれを見るとやっぱりあの大谷選手の満票も将来楽しみだなとあなるほど,るほどいうこともちょっと感じてちょっとお風呂でねあの、うん、大谷選手のことを考えた満票すげえなと思ったらあ新住も満票いたなとか思ってはい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 それでパッとひらめいてすぐ作っちゃいました、うん、なるほどなるほど,るほどまさにタイムリーな企画ですそうです。<laughs> 大谷選手が我々にヒントを与えてくれた昭和20年代野球クラブっていうねもう何か何十年前670年前の話ばっかりやってるこのチャンネルですごい最新のことに引きずられながらでも古い話をするっていうやっぱり引きずは古いんですけどはいまあいきましょうかね1950年代編とありますけどもまあでもねまあまあこれは軽く うね、そうですね、まあまあ、今が現在、こういうような条件で、もうきょうはあの、ね、50年代ですからの、いろんなことに関係なく、うん、この、えー、と下から2行目の1950年から65年代で、はいまあ、はプロに初年度っていう、分かりやすい戦争、はい、ですね。あるいいはい でまあ、これがです、ね、昭和時代、えーまあ、1950年から1989年のプロ野球新人王の、えー、獲得した、えー、選手の中で、満票をこう得たのはまあめ、満票で選ばれたのは10人いると、はい、いうところで、これ赤い字で書いてあるこの大島選手、き、はい、今日は大島選手を取り上げるということなんですが、はい、まあそれ以外にも、まあえーまあ、大島選手含めて10人ということで。 なんかやっぱりそうそうたるメンバーね。これはもうね、名前見ただけで、もうね、ご飯何杯でも食べちゃいそうです。すごいなだって10人ですからね、50年から89年っていうと約39年。そうですね、約40年まあ、約40年で、まあ、ほぼ80人な、78人っ中での10人ですからね。まあ、いなかった人いるけどね。すごいなこれは。まあまあ、これまず全員野球殿堂入れていいんじゃないですかね。 本当はね、大胆な話ですけども。万<ん>、ね、<laughs> 票だから。<laughs> まあまあね、確かにね。はいはいはい。どうですか、武田さん。いや、あの、やっぱり、あの、どの、結構いるかなと思ったんですよ、うん、実は。で、よく、まあ、たばともさんのデータをね。もう毎日のように、こう、見てるわけですよ、面白いなと思って。うんうん。ちょっとね、思ったより、やっぱり。あれ、この人万票じゃなかったんだっていうのもあるわけですよ、ね。うん この中で皆さん、ね、満票、えまあ、そうだよねっていう感じもあると思うし、この人誰っていうのもあるかもしれないんですけど、今回、これをね満票列伝は、ちょっといい意味でお腹いっぱいになるような選手なので、一、うん、人ずつね、地道にご紹介できたらなと思ってます。早速、じゃあちょっとこの一番上の大島さんから、はい行ってみましょうか。はい はいえー、これはじゃあ武田さん、えっと、大島、これ下の名前は何てうんですか、うん、そのまま、のぼうですね、はい、のぼう選手、ピッチャーだったんですね。そうで、すね僕、個人的にはですね、うん、大島のぼうさんっていうのを初めて知ったのは、うん、野球の本、この人、すごい評論家として、うん、結構、教則本っていうか、投手入門とかね、うん、野球入門とか。 そういうものを書いてたので、うん、その大島信夫さんの著作を僕持ってたんですよねたまたま、はいえー、後からねえこの人こういうすごいピッチャーだったんだ<ー>っていう感じです,すぐわ分かったっていうはいへえ<ー>まあ時代がね本当にまに、あ、もうん、あのこれを見てもらえば分かるようにプロが小で、えーね、年齢が29歳うん,うん、うんうん 歳での今みたいにその、ね、プロ野球がもっと世間的に認知されていれば、うん、まあ当然もっと早くプロに入ってもっとすごい成績を残した人だと思うんですけどもだからこう、うん、どのような感じでこ,のここまで遅れたのかってちょっとまだよく私は分からないんですけど、うん、あのだけど高校大学と野球エリートだったんで。うん だからまあちょうどこの1921年生まれっていうと大正え10年か9年ぐらいだと思うんでだからそうすると,ちょっとあの沢村とかちょっと後ぐらいだと思うんだよねだからまあ戦争にちょうど一番いい時にはまっちゃってるっていうかちょうどその時代をねだからそういう意味ではすごくあの逆に29で入ってきてくれて うん、よかったなと、だからそれだけもある意味、名声のある選手だったんだと思うんですよね。うん、で、都市対抗でも活躍したし、うん、で僕一瞬、大塚産業ってから大塚、大塚アスレティックスかなと思ったんで、滋賀だって書いてあったんで、あちょっと違うのかなとかね、うんうん、その辺がちょっとね、あのー、微妙なこう、まだちょっとあんまりよくわからないっていうところあるんですよね、うん。まあね、いずれにしてもその、まあ、今でいうその甲子園。 だったりっていうのもまあ使用したり、まああと最後の総決戦ですか。これねえっと慶応ということなんで、最後の総決戦にも出てたという。だから同じ試合にベッドさんも出てるってね。ああはいはい。ちょうどね昭和えよえっと昭和でいうと16年か16年の入学なんで、ちょうど大学の時期がね戦争にままそうね。ちょうど被っちゃった。ちょっとまあイギリスがまあそういう意味では悪かったっていう。 ここありま結構、まあ、こん今回、まあ、僕もあの実は野球部もね15で松竹ロービンスの特集をやって結構こう真田十三っていうかね、うん、がもう39勝というすごいで、うんえー、大エースだったんですけど、まあ、こちらに書いてますけど、うん、日本シリーズのね、うん、初戦の先発を担ったということ以外にもですね、うんうん あの防御率1位もであのー、当時こう、あのー、やっぱりリーグ防御率が4 1 d の時にですね半分以下と 2. 点で2位が藤本英夫が2.44だったんでだいぶ差をつけてね、うん、でこれこの日本シリーズの初戦の先発も真田が投げすぎて故障してたんだよね。 あそのえシーズン中に投げて、げっってうね、だからもう日本シリーズンの頃はもは、なんか肘がもうかなり痛がってたっていう話なので、ずる休みだっていうことも言われてたりしたけど、どっちかというと、やっぱり大島さんの方が最後の俺が投げるしかないっしょみたいな感じで投げたらしい。なるほど、新人なのに、俺が投げるしかないだろうみたいな。この <laughs> 年の相撲田さんは395.2イニング。 うん、<laughs> ほぼ400ですからね。だからそういう意味ではこんだ,だけどよく僕もあのよく皆さんとも話したりするかもしれないんだけどいやあのチームが強いのってレースは当たり前だけどその2番手3番手のピッチャーがいいとやっぱりすごく強いと思うのでその2番手に大島投手がいたっていうのはすごく大きいですよね。うんうん 確かにね、結構その、ね、うん、今よりも昔なんていうのはその、各球団がそのエース同士ぶつかったりとかっていうのが普通にあって、それ以外の試合でやっぱり価値をね、こう広くっていうのは、すごい大きな要因だったと思いますけどね。うんうん、いやね、うん、この昭和20年代はね、あのもうエースは毎日投げるようなのも感じるんでスって 組み合わせになるのがなかなか難しいわけですよね。ローテーションが被るかぶらないがあると。そうで,すね、でもこの時代、毎日みんな投げてるから、常にエース対エースが投げてるて。<laughs> そういう時代ですよね。<laughs> 確かにね。うんまあ、でもね、改めてね、武田さん、今ちょっと成績の防御率の話とかも出ましたけども、数字を見ていくと、うん、やっぱりでもすごいですね、まあ、え年齢は29歳で、まあねうん、もしかしたら油乗ってた時かもしれませんけど、うん、新人でいきなり防御率2.03。 ねうん、今、武井さんおっしゃってた、えー、っとた、リーグ防御率が4.12の時代で半分ぐらいということは、うん、相当、蛇、え、行、ー、到底だったけども、もう、えー、大島投手はちょっと抜きんてたみたいな、ね、そうですね、確かの、うん、真田選投手も3点台だったと思うんですよね。だから、まあ、そういう意味ではすごく、で、こう見ると34試合登板して、先発30で。うんうん 完了4ですから、ほとんども先発として、うん、逆に当時の小西監督は、うん、こう信頼をして、うん、まあ、いい意味でローテーションをきちっと回してたっていう感じしましたね、当時140試合ぐらいなので。でうん、また、まあね、味方変えれば、まあ、その小西監督、もしかしたらもう、もうとりあえず先発でいけるところまで行けっていう感じで、最後、抑えでね、拾っていパターンなんですかね。うん すごくあのこのナンバー2であるこの新人投手がいたおかげで、まあこの20勝4敗の勝率もすごいんだけどさ、貯金16ね、松竹の勝率が7割3分ぐらいですけどね、だからもうそういう意味では、もうなんか体現してますよね、チームの状態をね、結構ね、左サウスポーっていうのもね、なかなかちょっと貴重だったような気もしますけどね。 だからまあ正直言ってね僕大島もちろんこの4人はみんな見た時ないと思うので,、うん、で映像も動く映像って僕見た時ないんですけど、はいはいはい、だから他はねこう小鶴さんとかねあの辺あ,のあるけど青島さんあればね見てみたいなと思いますよね。うん、で速球とカーブっていう、まあ、ある意味こうカーブがどういう落ち方したのかとかね曲がり方したのかとか。 うん、でコントロールも良かったっていうので、今でいうとどういう投手になるのかななんて想像すると面白そうだよね。タトさんどううでで、ねまあ、ですすか大島投投投手る投手手そねこ、まあ、このの年がが人人 うんね回ってきた。ああ、そでしょうね。ええ。先人とは、やっぱり、中心投資ですね。それだけ、まあ、活躍してるっていうのは、やっぱりまあ、まあチームがそれだけ売ったっていうのは、まあ、やってるんですけど、ええ、まこの存在大きいですね。えなるほど。さげさん、どうですか先ほど。うん、あの、こういう。 なんだろうな、くろと好みというか、新人王なんだけど、くろうと好み。なんか、あのやっぱり29歳で、当時の29歳って結構、親父だと思うんだよね。いや、これね、面白いんだよね、大岡殿もそうだけど、松竹ってなんかね、そう、なんか、2リーグ分、なっちゃって、選手、つまり球団が倍になっちゃうから。 選手も倍集めななくちゃいけないわけけわじその中でなんかまあまだプロ野球って今みたいなもんじゃないから、うん、そのあんなところ行ってどうすんだっていう風潮もまだまだだった時代でしょだからそのプロ野球行かないでアマチュア野球界にいた大物たちが結構いっぱいいたんだよね。社会人でやってたメンバーが<う>ね。うん、でそういう中からまあ2リーリグになったんで、うん、あいつもどうだこいつもどうだみたいな形で。うんうん でうまくこう人を引っ張ってこれたのが松竹っていうああなるほどね、うん、いい意味でおいしい選手をねっそり持ってきたその辺なんかほら小西さんが監督だったりとか、うんはいはい、人材昭和、うん、実みたいなねえ田村駒さんの、うんまあ、で田村駒さんってもう長いこと野球界に携わってて <laughs> でそういうなんていうんだろう人脈、うん、っていうのはやっぱ松竹ってあったんだろうなっていう、うん、まああのこの時あの、うん、赤峰がね うん、赤嶺さんっていが大英スターズからごっそり、うん、そあのクリーンアップを持、はいはい、そういうんだろうなだからこれってまあだから赤嶺さん、ね、まあまあもちろんそこキーポイントだけど、うん、でも赤嶺さんをどういうふうに動かしたかっていうところが田村駒さんとか、うんうん、なんかそういうところにあるのかなっていう。うん、なるほど うん、だからちょっとねそれはまあ我々の大好きな部分だけど <laughs> そういう裏人脈というかね野球界のね <laughs> そういうとこは本当見事に松竹ってこのでもね前もほらやりましたけどこれみんなねこの1年だけ花開いてるんだよねそれがね。<laughs> ですね。そうですね。だからね、その、大岡虎王もそうだし、この小島当時もそうかもしれないけど、本当にその、なんだろう、その、社会人でやってて、まあ、今と、今の社会人野球とは全然違うんでしょうけど、その、本当に野球が好きで、多分生活うんぬんとか、そういうのは、まあ、もちろん大事だけど、そ人情とか義理とか、いや、大好きな野球とか、だからそういう人も、そうい野球ね。いや、あのね、多分ね、生活が大事な人って社会人にいたんですよ。うんそうなんです多分、安定って、今と違って。 そうなんですよね。だから本当の、ねうん堅実で大物,大物がまだまだ社会人にゴロゴロしていた時代っていうところがすごい面白いなと思ってね。ちょっと違う話になっちゃうけど、あの星の別府の星の組ね。あれも荒牧とか西本さんとかも結局プロにいないでそこにいたわけでしょ。そのあ結局プロには入るわけなんですけど、うん、やっぱりまあ その安定ということを考えたら、まあ、プロ行くよりもそういう社会人の強いところにいようっていうのが、ねうんうん、結構その野球をやってる人たちの中の認識になっていたっていうことはそれをこう考えておかないと、うん、この時代の,そのこういう状況というのはなかなかに、うん、理解しがたいと思うんですよね。確確確かに確かにに一,一応それで確認事項として 試験の時これ絶対、参考書読んで頭に入れとかないと、それは回答間ちがついやつですから。しかも、そういう背景があるにもかかわらず、29歳でやっぱりね、プロ野球に世界飛び込んだっていう、もうやっぱりね、そういうところはもっと語るべきところなんじゃないかなと僕ね、今、小野さんが言ったことプラスですね、やっぱりね、野球が好きで。 あのせっかくピークが大きくなって球団が増えるんなら、うん、誘われたら行きたいとか、うん、もう一度試してみたいっていう人もやっぱりいたと思うんだよね。うんうんまあ、むしろそう,こうますよね結構この時のいろんなそのチームが増えた時の監督とか指導者はもう、うん、散々こう戦前に活躍した選手がいきなりこう出てきたりとか。うん その六大学野球で頑張ってたその戦前やってた人をまた復活させたりとか結構そういう8球団からこうね15球団ぐらいになったわけだからそういう意味ではすごいチャンスがが急激転がったというかねだから本当にこのセ・パの,あの別れた時の,その衝撃って今どういう感じに思うんだろうとか思っちゃうとねえ 小野さんなんかもやっぱりこの時代の雑誌ってめちゃめちゃあるじゃないですか。ありますね。社会的にもすごい注目されているわけですよね、その頃ってね。でもね、これはね実は我々はリアルで体験していることがあって、それはあの、あの感覚、それまでね、アマチュアだったときにプロで、それはさ、サッカーの人たちっていうのは、プロ野球がそういう経験をもうでにしてるから、あの時は全員不安を持たずに、 多分プロったよねだ野球の場合はまあそこのところやっぱりちょっとそこ不安がすごいあってっていうところあったと思うけどもいややっぱりすごいよねその、うん、僕なんかこう古い野球好きでどんどんいろんなことを調べてるとその戦後の5年間ってのこの2 6七年まあ六7年ね本当に信じられないぐらい時代がもうビュン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 。 いや、もうね。うん、もう高速のように走ってるから。うん、だから、結構大島さんなんかこう。エリートですよね。野球で言えば。うんうん、だから、やっぱり大塚産業でも頑張ったけど。その都市対抗で活躍したから、やっぱり次は。っていうのは、やっぱりあったんだろうね。うん、で、ね、まあ、だまあ実績もね、素晴らしいですけどね。うん。で、うん、だ松竹も前年はすごい弱いわけです。一リーグ時代の時は。うん そう思うとなんか本当に、まあ今年の日本シーズが最下位からっていうのありますけどまさしく松竹フミンスもそうなんだよね、うん、もう超もう最下位だったのは、うん、もう本当にぐわっと出てもういろいろと合体して出てきていきなりもうぶっちぎりで優勝しちゃったわけじゃないですか、うん、その中でこう大島さんの存在って僕はある意味ねこうんだろうなう合の衆というよりもなんか 自分から進んで、その中に入ってきたっていうかね、そこがね、僕なんかすごくちょっと魅力を感じるんですよね。だから、これにもあの落ち着きのあるピッチングっていうのがあ書いてありますけど、うん、すごく冷静にやってたような気がしますあ新人とは思えないかね。まあ、新人じゃないよね、実績にはね。まあまあねただただ、まあまあたまたまそこはプロ野球で投げたってだけだって、うん、野球界の中では、もうすでにある程度、実力と、ね。うん 重みがあっった人ってことだからその、うん、まあ今日ね、うん、満票列伝っていう話ですけど昭和25年ってほらいろいろいろんな人が入ってきていろいろ活躍して,ている人じゃないですかです新人が多いですからねその中でも、まあ、例えばまあ20勝4敗って確かに今から思えばまあこれはすごい成績ですよでも当時だったら20勝ってそんな大した成績じゃないです だけども、やっぱり大島あの大島が入ってきて20勝を上げたのがすごいなっていうみたいな、うそういう大島だから入れようみたいな力みたいな、そういうのを、ねね、大島さんは持ってたんじゃないかなううん同年入った人、うん とをこう比べてもちろん成績はね、は抜群だけども、も、はい、でもちょっとこう比べるところがあるんだったら、うん、やっぱり実績とかそういうこと考えても大島だよなみたいなね、うん、そういうのあったんじゃないかなって気がします、ねうん。確かにね、数字以外だと。ちなみにね、パリーグは荒牧さんで、荒牧と毎日よりもね。うんうん、でも、満票じゃなかったんで。うんうん まあそういう意味ではすごくね、はい、大島さんっていうのはちょっとまあまだまだ、まあ、正直言って松竹ロビンスのことを取り上げるとやっぱ必ず出てくる投手であり、うん、セ・リーグの創設のことを考えると必ず出てくる、うん、まあ最初の新人王ですからねそういう意味ではねまあもうちょっとあのもうちょっとこう みんなな知っていいいいた方がいいんじゃかす <laughs> あのやっぱりね今回武田さんにこうね紹介されてでその後やっぱ中日に行ったじゃないですかドラゴン名古屋ドラゴンやっぱり中日でも本当はもっとねなんかこう語られるべきピッチャーなんじゃないかというか、まあ、選手なんだと思いますしうん、うん、結局このすごいなと思うのがそのまあこう えー、荒牧さんのそのあ、ごめんなさい、えっと、大島さんの晩年の引退後の話なんですけど、コーチとかを務めた後に、球界を引退したあと、うん、その愛知県の後輩である一郎を、うん、見たさにですね、あの、セーフコフィールドまで、えー、80歳過ぎて、うん、大島さんはアフリカに行ったっていう話が <laughs> あるらしくて、やっぱすごい野球好きなんだなっていうね。うん、そうだね。うん ちょっとまねさっきちょっとこの収録に入る前に武田さんと雑談をしてたときに武田さんもおっしゃってたんですけど大島さんの本っていうのがあるんですよ。結構これ僕も本屋だから要は教則本ルール本みたいなのが大島さんの著書っていくつかあってそういう意味でもやっぱりね何て言うんだろう野球の教則本ってねちょっとやそっと人書けないですよ周りが認めてくれないから。 野球の教則本を書けるっていうことはよっぽど野球界の中で重きを置かれている人じゃないと無理なんで、うん、そういうのを、ね、書いちゃうっていうところだけでも、うん、その我々、本当表でプレーヤーとかそういうプロ野球の成績とかそういうことだけ追ってるだけでは分からない、うん、その野球界の中の重さっていうの、うん、そういうのをそういうい著書があるということで感じることができますよね。うんうん 僕らの野球、ルール入門とか、それ以外にもたくさん出されてりとかありますけど、少年野球向けの教本を世に出してるという。昭和では本当に多いですよね、そういう著作物がね。松竹で優勝して、29年、中日でも優勝を体験してるわけですよ。で、25年から30年の間で優勝したのって、松竹と巨人と中日だけですから。 そういう意味では、こう、僕は巨人でずっといるより、そのレアな松竹と中日で優勝体験。してるっていう意味でも、すごく僕はね、この人運がいいなと思っちゃったりしました。そうだね。両方にいたんだもんね。この人だけじゃないですか。そんなもね、そんな感じしちゃうんで。大島さん、すごいなね、日本シリーズ。 でね、中日,日でも出てるんですけども。ほう、いまあ、な、投げる方でも、えっ、ー、と、何試合ぐらい投げてたんですかね。うん、ああ、そうですね。試合登板してるだけでなくて、野手としてもスタメンで出てたりしてます、ねうん。うん。打力を買われてってわけですかね、うん。そうですね。うん、何試合か、あの、スタメンで、ラ,ライトを守ってたりして。うん、ほう。<laughs> スタメンに出てんだ。 二刀流じゃない。ねえ、今言おうと思ってたやっぱりちょうど満票と二刀流。それでか。これ、第5戦、6戦では5番打ってますよね。お、わ。努力もなかったね。西鉄と、この日本シリーズね。すごいですね。すごいな。 でしかもその,、ね、その最後あ、まあえーと、1954年かなが、球団初の日本一を達成という、うん、中日が初めてになったなんですよね。杉下さんが大活躍して、うん。それで、その杉下の活躍もあって、うんでまあ、その時もまもこれ投げてたんでしょうけど、やっぱりちょっと杉下に押されるじゃないけど、うんまあ、杉下がいたから、多分ちょっと、なんだろうな、少し。 あの戦績が落ちたのかもしれないし、まあ登板期間も少なかったかもしれないし、今、田本さんおっしゃったようにその野手としてもね、バッティングを誰かを買われて起用されるっていう、まあそういう面もあったっていうね。これ、もう来週あたりナンバーウェイかなんかにして。二刀流がいたとか、出るよ、絶対。ーズで活躍した二刀流がいたみたいな。今の話題、凝縮しちゃって。からまああの 今回の表には載ってないですけど、まあ、まあ短い時間ですけど通算打率が2割1分4厘ですからだからピッチャーとしては初年度は2割2分4厘打ってるし2年目は2割6分1厘打ってまようんです、うん。だからまあそういう意味ではそのちょっとした変な野手よりか打てるという。 いやそうですね、だって実際ね、そこれ、ね、そのまあ最後、1954年とか、うん、もうこの当時でプロ入りが1、2、3、5年、まだプロ入り5年目の、普通だったら若そうですけど、うん、でもうすでに33歳で、うん、相手ピッチャーとか結構、ビビまあまあ、なんならもう、<laughs> ね、あの監督格だよね <laughs> そうなんですよ、本当に、変な凄み出しちゃってる、うんね、プロ5年目とは思えないって言いそうですけど、うんまあ、そういう選手だったかもしれない。ね ね、だからま,あ、またね例えばもうちょっとこういい意味でまた松竹のネタとか、うん、皆さんと話した時また大島さんって絶対出てくるし、うんうんね、中日のネタでも出てくるから、うん、ちょっとあのその杉下さんのナンバー2ナンバー3ぐらいのピッチャーっていたかもしれないんでそういう意味ではすごくこう大エースの影に隠れたねそういう意味そういい意味での。 主役にもなれるけど、バイプレーヤーとしてもすごい活躍できたっていう意味じゃん、すごく球団としてはすごくいいと思うんだけど、うん、やっぱり年入って入ってたから、最後はやっぱりちょっと私立防備ーーになってしまったっていう感じだけど、うん、もうちょっと若い時から見たかったですよなですね、こうい、うん、いやー、でもさ、これ29歳で入ったから新人を取れたのね。うん、まあよかったよね。本当、うん、大岡さんは新人を取れなかったでしょ。うん 31歳。そこが不思議だよね。そこのところの巡り合わせ、もうちょうどいい時に、これ、大島さんがこの時三30歳だったら、ちょっと新事業を取れなかったかもしれないちょうど29って一番いい年じゃないですか。だけど、大岡さんのは二は24年だから、新事業のあれ、システムはなかった。いまあそうだけども、でも成績的にも、まあね。大岡さんが例えば23で入っていたら、すごかったんじゃないですか。いやー、すごいでしょうね。そういう話でさ。あ、そういうことね。 すいません。まあ、いろいろね、こう巡り合わせとか。巡り合わせとか。かいろがね,ね、うん、ありますんでね。うん、まあ、29歳は今もね、あのう新人王の最長最年長級なんでね。今後29歳で野球入ってきたら、うん、出てこないだろうな。まあ、なかなかもう破れない記録じゃないですか、うんうん、これは。これ何気ないアンタッチャブルレコードっぽくて面白いね。<laughs> <laughs> なんかすごい面白い。いでも長いね野球の歴史やっぱこういうのがあるっていうのはね。そうですよ。再度認識してまあ時代も時代だしね。いやこのうんこの時代感が何ともこう言えずなんて言うんだろうないろいろいろんな気持ちをこうね我々も高揚させてくれますよ。本当そうですね。いやまあねちょっとねまああの。 だいぶ大島さんで盛り上がって、<laughs> 大島さんもすごく喜んでくれてるんじゃないかと思いますんでね。う本当にビーってね、はい、どういうもんなんだろうな。えーま,ね、なまあ、はい。また、ということですね。まあ、縁も竹縄でございますけどね。こ <laughs>、えー、この辺で落ち着きたいと思いますので、はい。えー、今日は大島信夫投手をご紹介させていただきました。えー、ということで、今日の野球チャンネルはこれまででございます、うんえー。チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクもございますので、うん、登録のほどよろしくお願いいたします。 皆さんどうも今日もありがとうございましたはいどうもあ,あ,りうありがとうございましたどうもどうも